皆さんこんにちは。今回は日清戦争とその後のね日本を取り巻く国際情勢この辺りを見ていこうと思います。はいそれでは確認テスト四角の一番括弧一穴目から見ていきます。一番ですね。 あ年に朝鮮で起きた農民反乱であるいは日清両国が出兵しすぐに収束したが両国は反乱後の内政改革をめぐって日清戦争に発展だから日清戦争が起こるきっかけとなった朝鮮で起きた農民反乱いうことで1894年交互農民戦争ということになります年号はまあ1894年交互農民戦争の年でも,もちろんありますけど日清戦争の年と抑さえてくれればいいのかなということ。学東東の何といっても どのどち朝鮮で起きている話これに日本とか中国人が出兵兵を出すという流れになっているというのを思い出してください。はい、それでは括弧の2番見ていきましょう。 日清戦争は日本の勝利に終わった1890年に何とかが結ばれ講和が成立うん日清戦争の講和条約ということで勝った日本の下関で下関条約を結んだということになりますそしてその内容の一部ですね「新国が何とかの独立を認める賠償金何とかを日本に支払う」とありますからこれ「新は朝鮮の独立を認める賠償金2億テール」 まあ、量と書いて中国のお金なんて真の貨幣単位と書いてあるけどテールと発音しますすねねテールです、ねまあ、こんなのが支払われるということになったかった日本にとって非常に大きな、まあ、当時の日本の国家財産の約3倍にあたる莫大な金額が賠償金として日本に支払われるということになりました。 ははいそれでは括弧の3番での番すすね見ていきます日清戦争後「あ」の返還を求めたロシアを中心として「い」が行われた日本政府はこれを受け入れた、まあ、シンプルな文章ですけどね、まあ、地図があるから分かりやすいかな地図がなくても本当は入れたいこの「あ」の部分ねこの青くなっている半島部分です両東半島の返還をロシアなんかが日本に求めてきた何の話これ三国干渉の話ですよねで日本は仕方なくこれを受け入れた。 遼東半島、をこれ、中国に返せと三国干渉ね、された。ロシア、その後、この遼東半島のウと大連を清から租借する。まあ、なんとかの租借権ということで、旅順大連の租借権。この旅順が、まあ、大連もそうなんだけど、遼東半島の先っぽにある町なんだ。いうのを押さえておきたいね。日本が中国に遼東半島を返すんだけど。 結局ロシアがそこを、まあ、装着するという形で実事実上持って行ってしまうことになる。まあ、当然日本は、なんでロシアがみたいなね、この後の日露戦争の布石にもなっていく部分でした。はい、それでは、近くの二番、一問一答形式ですね。過去の一から見てまいります。いきましょう、一番です。 日清戦争前後の不平等条約改正、まあ、そもそも日本が幕末江戸の終わりに結ばされていたあの不平等条約の話です A1894 年イギリスとの間に結ばれた領事裁判権などを撤廃したというやつですから、まあ、イギリスとですから日 A 通商公開条約以後イギリス以外の各国とも次々と結んでいくというのも合わせて1894年日清戦争が始まる直前のところだったっていうのをしっかり忘れずにね B この条約 A の条約 日英通商公開条約の時これに調印することができた外務大臣は誰、まあ、条約改正ここで一部成し遂げられるけどその時の外務大臣は陸ミ宗光日清戦争の陸奥宗光外務大臣ですから下関条約の全権でも出てくるしねこの条約改正日英通商公開条約締結のところでも出てくる陸奥宗光しっかり押さえるようにしましょう。 はい、それでは四角の二括弧の二を見ていきます、えー。下関条約です。日清戦争を日本が勝利した後の下関条約で、え。この条約における新中国側の全権は誰ですか。うん、李公証ね。李公証ね。まあ日本側は総理大臣伊藤博文と外務大臣六宗光。中国側は李公証。これはその前にも出てきた天津条約あるいは日清修好条約の時と共通中国側の代表に関してはね。だったのを思い出したい。B この条約は下関条約で日本が領有することなの中台湾この後その1895年台湾に日本が置いた台湾統治のための機関といったらそう台湾総督府台湾総督府この初代トップ台湾総督にはカバヤマという人物がカバヤマは万有演説で出てきたんだよねこの人物が就任ここまでぜひ押さえておきたいかなと思います はい、それでは過去の3番見ていきましょう列強の中国分割についてですね、A、九龍半島界を咀嚼した、まあ、次々とヨーロッパ列強という国が、まあ、日本もそうですけどね中国を咀嚼なんつって持ってっちゃうそんな中で九龍半島異界を持ってったのはイギリスですねイギリスですね空論半島九龍半島と三島半島は一界。 B 当初この中国分割に参加してなかったが途中から文庫解放機会均等を提案し参加しようとした、まあ、なかなかうまくいかなかったんだけどねこれがアメリカこれがアメリカそして C この列強の中国分割に反対して起きた、まあ、冗談じゃないと何で中国をヨーロッパ各国が持っていくんだといって中国民衆の反乱が起きたこれを何と言いますかというと義和団の乱義和団事件と言ってもいいけどね。 まあ、こんなのが、ここ、中国国民の反乱の、まあ、名前。これを、結局鎮圧、列強、あるいは日本がしていくんですけれどもね、いうところになります。はい、それでは、四角の三番、正誤問題最後見ていきましょう。まります。えー、日清戦争について述べた文として正しいもの。まあ、正しいものを一個選べですから、バツが三つということになりますね。一番。 日清戦争中も政府と衆議院の対立は続いた戦費の追加支出が困難となった、まあ、これは結論言っちゃううととということになります戦争の前はこの戦争に反対なんていう意見もあったりするが実際戦争始まってしまうとね、まあ、それ始まってるのにお金出さないなんて言って負けちゃったらどうするんだって話もあったりしてこれが対立ということにはなっていかない。 実際にこれもも追加支出が全く困難というわけでもなかった。で1番が「ツ、ま、と、あ、みんな一致団結して、まあ、難しい言葉で「玄君内閣」というんだけどね内閣なんかもみんな一致団結していろんな人が入ってってなってきます。2番「日清戦争中に総理大臣を務めた松方正義」で「罰」にしたいね。これだって日清戦争中の総理大臣松方正義じゃないですから伊藤博文ですから。 秒殺したいところ戦後自ら日本全権の一人となって下関条約を結んだこれも松方正義だったらおかしいだって日清戦争後の下関条約は全権は総理大臣伊藤博文外務大臣陸奥宗光ですから,からこの文章は松方正義を伊藤博文にに直せば丸になりますね日清戦争の結果日本は両党半島の領有を足がかりとして満州にも商業的な進出を果たしたとありますね。 そうこれ「両党半島足がかり」なんて日本語の問題として罰にしないといけない。だってこれ両党半島はすぐ返している日本は下関条約で両党半島をもらうことになりました中国から。しかしかかロシアなんかが三国干渉をってことはここ返したから日本が支配していない両党半島を足がかり拠点みたいな形にして満州北の方に進出していった子おかしい。 ね日本が支配できてないから拠点にすることもできません。そして4番、日清戦争の結果、清は新たに重慶などの4つの町を開市開港開開始開港することになった。これは下関条約の中身そのまんまということで、4番は丸ということになりますね。答えは4番、まあ清は朝鮮の独立を認めるから始まった。そんな下関条約に、こんな差し重慶蘇州公州の開市開港。 重慶、ね、の開始開講なんていうのがあったというのをもう一回戻って確認してみてくださいはい今回のところは森田さんではありましたやっぱり日清戦争すごく重要戦いのまあどういう戦いみたいなそういったところはいいんですけど日清戦争後の下の関条約そしてそれがその後どうなっていったのかというところがすごく重要だしまあこれと絡んで列強の中国分割 どどのののの国国が中国のどの辺りを支配していったのかこれがこの後にすぐ直結というかつながっていきますのでしっかり地図見ながらね下関条約や列強の中国分割というところを押さえていく是非頑張ってみてください。